行こうぜ。あ、やべえ、指が。ちょっとあるがまま、ゴルフと一緒。うん、どこ行くの？どっちか、どっちがいい？サマーズだとまたロコモコだね。でもコーヒーもあれだから。行きますか？はい。本日もお疲れ様でした。疲れた。風が強かった。まだまだ午後組は、この風の中、結構難しい状況でね。まあ、カットラインが、どうだろうね。イーブンなんだけど。いや、かなーなの。この風でイーブン入るな。なかなかレベル高いね。まあ、そこ目指してやってたんですけどね。我々。まあ、私からだと同じ風になっちゃうんで、今週の藤田秀之を、小沼さんが、どうでした？今週は。それちょっと聞こえないかもしれないです。すいません。マイクが少し遠いかもしれない。この先カーブがあります。そりゃアップすぎじゃないですか。こんなアップじゃないよ。俺いつもこんなアップだもん。ちょっと恥ずかしいんでやめてください。恥ずかしい。これぐらい藤田さんも映りましょう。映るよ。これぐらい映る。たまにはこうね、あのマイクを動かしながら、うん、何かまたいつもと違う画角で新鮮いいじゃん。いいじゃん。声張って喋っていただいてね。だから。はい。な、まあ、先週に比べて今週はコースが長かった分、ちょっと振りに行って、そのクラブが下から来るっていうのがちょっと多く見られたのかなって思います。まあ、先週みたいに距離が短いコースだと、空に振らなくても、やっぱミドル、ミドルホールとかもセカンド、ショート、アイアンとかで下に進むんで、その分、めちゃくちゃアップじゃないですか。ちょっとこれ絶対使わないでください。そう、使わないでくださいねって言うのほど使うに決まってんじゃん。ほら、行ってよ。ちょっと運転に集中してください。危ないから、ほんと。カメラが迫ってくるんですよ。ほんとに、予選落ちでこっちは落ち込んでんだからさ、もう、ありますよ、真面目に。はい、両手で10時10分ですね。はい。これ大事なプロを乗せてるんだから。はい。ちょっと力入りすぎじゃない？ちょっと、ああ。それでどうだったんだって。今週の藤田秀樹。試合の結果が。今週はなんか距離が長い分、ちょっと振りに行って下からクラブが来てしまうっていう傾向がちょっと多く見られた分、ちょっとショットが乱れてしまったのかなって。そんな振ってた俺。距離長いから、多分距離が長いから多分リタクなんか多分振らないと思ったと思っちゃってる。ああ、補足するとね、あのあれなんですよね。クラブが開くからなんか届かないんじゃないかなと思っちゃうんだよね。なんか擦って当たるから、それでなんかね捕まえたいとかなんかそういう感覚もちょっと自分の中ではあったかな。うん、なんでにやけてる。焼けてるよ。運転中です。え、運転中です。今信号止まってんじゃん。止まってんじゃない。めちゃめちゃ危ないっすか。なんで。ちょっとカメラ目線一回。ああ、青になりました。ああ、そうですか。言われるよ、プロ系のみんなに。まあ見てない、誰も見てないから。見てる人は見てますよ。見てる人は見てる。そう、調子乗ってるなと思っちゃいます。全然ね、もうちょっと調子乗っていいと思われてる。というところでね、あ、はい、ショットがあるかとね。まあ、初日、どう？まあ、一番、ね、なんだっけ、マイケル・ヘントリーね。めっちゃ曲がってました。めっちゃ曲がって、満切れしまくってて、結局2アンダーで上がってるってね、こっちの2オーバーの俺の方が満切れしたいわって。感じぐらいを、まあ、ヘアウェイ行ったけど、そっからダメだね。アイアンがダメだったね、初日はね。うん、でアプローチ寄らず、まあ、その曲がった時にラフ深いとこ行ってね、そう、そこからグリーン持っていけなくて、そこのラフからのアプローチがまたうまくいかなくて、やっぱりクラブの入りが悪いもんだから、そういうね、広島県に入りました。あの、そういうところからのやっぱり距離感っていうのがラフから出ないっていう、ちょっと苦しさはあったね。いや、今小沼さんが言ってたことは結構藤田さんの中でもまあそうだなっていう
思い当たるところがあるっていう感じですか。まあそう、まあそうなんじゃない、まあ自分の中の感覚振りに行ってる感じはないけどね。自分の中ではね。だからさっきも言ったようにこう 開くと距離って飛ばなくなる。だからその分こうちょっと力が入っちゃうっていうかさ、クラブの番手調子悪くなってくると、クラブの番手ってこう大きいクラブを持ちたくなって、調子良くなってくると短いクラブで振りに行けるみたいな、なんかそういうのってあるんだけど、まあそこで行くとちょっとね、このクラブじゃちょっと届かないんじゃないみたいな感じでね、振りに行っちゃってたのかもしれないね。まあ開いて開いて開きまくってクラブしたからみたいな、もうそればっかりだったもんね。だと先週、先週は、まあ、今週に比べてそんなに距離がなかったんですか。なかったんですか。先週に比べ今週がなかったってことですか。まあ時々ね、日本語わかんなくなる時あるんで。今週の方が距離が長かった。今週の方が全然長いです。なんで、その今週の距離が長い分、そのミスショットが目立ってしまったっていう感じで、先週のまたその、なんていうんですかね、そのミスと比べてまた違うところになるんです、今週は。そうですね、先週のミスとはまたちょっと違うかなと、ちょっと。いや、ただ調子が悪いだけでは細かいことよくわかんない、俺も。まあ、距離ね、長い、長い、まあ、長いっちゃ長いかな、そこまででも、長い？大笑いとかも、まあまあね。まあ、なかったっすけど、まあ、終わりぐらいですかね、まして。長い、あ、まあ、長いクラブ持っちゃ持つ。選手が短かったから、余計長く感じてるかもしれない。ああ、先週はまあまあ短いかな。あとはやっぱりグリーンのアンジュレーションとかね、ピンが振ってあるから、やっぱりそのショットの良し悪しっていうのすごい出るよね、この瀬戸内海っていうのはね。だその辺が、やっぱ思ったところに全然飛んでいかないから、その外しちゃいけない方向に外れてったりね、今日の14番とか右奥に切ってあって、右奥から傾斜があるから、右に外しちゃいけなくて左からね、なんていう話、左からアゲンストでね、そうですね、してるのに打った瞬間もう10ヤードぐらい右に飛んでた。笑えないぐらいのやつね。笑ってるけど、もう笑うしかないってやつ、もう終わったことなんで。どうすればいいですか、終わって。反省は反省はしなきゃいけないですよね。反省も大事ですけど、ね、うん、もういい、パート忘れて。ああね、パート忘れて切り替えて、また来週。選手権は苦手なんだよな、あのコース俺。獅子戸苦手なんだよ。獅子戸の方が長いよ。獅子戸の方が長いですね。ね、長いし、長いし。じゃあ、今週の反省からいくと、あんまり力を入れずに、そういうアドバイスになってますよ。はい。という感じでございましたね、今週は。うん、はい、うん。でもさ、最後惜しくない ?8 番、9番さ。あれ入ってれば終わっちゃったっすか。そうだ、8番、9番、蹴られ蹴られだもんね。見た俺のあの諦めない8番のパター。ナポリバチーン打ってね。思わず言ってたね、これも。入れよ、カーンって蹴られてね。そうみたいな。いや、俺も天を仰ぎました、あれは。俺、あれ入ったなと思ったんだよね。まあ、8番、9番すごい難しいよね、今日ね、8番アゲンストで。9番も結構絡んでて、そう、7番でバーディー欲しいの外して、まあでも、まあ、ワンだって思いながら、イーブンでも風があるんでって思って、こう、プレーをどんどんしていくんだけど、6番で取れず、ね、4番で取ったと思ったら、5番で池ギリギリ、まあ、助かったと思ったら、今度、木の真裏出すだけみたいなね、まあ、諦めずに頑張って、なんかやってたよね、最後の最後ですね。温度差が何、また近くなってきたっすよ。どうですか、このレンタカーの乗り心地は。最高です。天気いいですね、今日。なんか、コノマさん、あれですね、なんか筋、なんか腕太くなって、なんか少しがたいが良くなりました。太りました。あラーメンばっか食ってるから。そんなことないですよ。昨日も帰り飯3杯ぐらい食ったもん。マジですか。
なさい。体に悪い。お昼の分もあった。お昼の分も食べって言いながらその後ドーナツ食わしたけど。食べ過ぎですね。食べ過ぎ。食べ過ぎだけど、昨日はでも、あれだよね。お昼抜き、午後のスタートだったから、はい、お昼抜きの2食だったんですよね。うん、だからまあ、しょうがないよね。ということにしてます。一生懸命あんな重たいさ20キロ弱ぐらいのさバッグ担いでくれてさ、ね、ショットはもう選手のショットはもうヘロヘロでさはぁみたいな感じの連続なのにさ、まあ我慢強いよね。だいぶ体力使いそうですね。本当に重いバッグ担いで歩かれる。あといろんなことをね、今週のコースなんか結構あのレイアウトあれだからマネジメント大事だからね。選手は言った通りに打たないから そのね変なところからのまたあのマネジメントっていうのを一生懸命考えていかなきゃいけないから、これどうするああするみたいなのは今週はやっぱりちょっと多かったよね。いつになるね。そういう時はあれなんですか、なんかそういうそういうのも踏まえてあの事前準備みたいのはされるんですか。どこまでやるの。ある程度は見てるっすけど頭もいってみ見てですよ。もうその時めちゃめちゃもうやもうさ女子じゃないんだからもう本当にそうですよ。小沼さんの名前よくいろんな人が頑張ってくださいってコメントくれるんで、ほら頑張ってくださいって、はい、小沼さん小沼さんってずっと言ってるからこのドライブトーク柱が増えたなこれ。今日ボギー打てば何本か増えてんだろうなこれ。こちらがバーディー取れば何も増えないけど、シワも増えてもよう頑張ってるけどね。でもやっぱ結果が欲しいね小沼さん。ちょっとでも今週わけわかんなくなっちゃったな、スイングが一段と。なんか先週ぐらいちょっと先週大洗ぐらいでちょっと掴みかけて、先週ぐらい先週ちょっと3日目の前半ぐらいちょっといい感じでしたね。でしたっけ。はい、うん、なんか2日目終わったときにちょっと熱中症があって、それ3日目の前半続いて選手にちょっとこれはいい傾向かなと思って感じになってたっすけどね。なかなか難しい。諦めっすね。頑張ってやったけどね。お腹すいた。でもお腹の気がすくんだよな。もう食べるもの決まってるんですよ、今から。はい。小沼さんにお任せして向かっております。浅い食べに今週の試合はそういった内容ですね。そう試合はねそんな感じです。うん、藤田さんってあの、はい、まあ、昨日初日のスタートが12時45分とか、うん、遅めのスタート、そうだね、豪華スタート12時45分、はい、うん、こういう時って結構こう藤田さん結構早起きで起きる時間早いと思うんですけど、なんかその間って何午前中とか何をされてるんですか。12時45分でもストレッチ太田トレーナー君の9時ぐらいだから、7時ぐらいに目が覚めて、でまあ時間がある時はあのいつもあの iPad で新聞読むじゃない俺。はいはい、読むじゃないって言ったって知らないかしらですよ。まあその読むっていうのはなんとなくちょっと。そう。新聞読んでなんかニュース見たりしてたらすぐだね。そうなんですね。そうそう、昔はね走りに行ったりしてたけど最近もう走り行かないからね。うん。あでもそうですよ。ね、それで10時に小沼さん迎えに来てくれて、もうゴルフ場に行ったってことでね、はい、まあ、コーヒーあればコーヒーあればコーヒー飲みながらみたいなかな。もうすぐだよね。時間なんかないよな俺たち。ほんとゴルフ場とホテルともう飯食ってケアしてゴルフして、まあ俺ね本当に練習時間長いからね俺は。コナーズコーヒーちょっとハワイの雰囲気を、うん、実は今週2回目なんだけど。え？パンケーキ有名じゃないですか。
こんなスポーツ。何？パンケーキ食べました。いや食べましたよねって一人で食べてたじゃん、あのでっかい4枚ぐらい食べました。4枚あのでっかいやつですか？でっかいやつです。人気ナンバーワンって書いてあって。すごい。でそれはパンケーキメインで食べられて、それともご飯食べて、はい、ご飯食べてからです。ご飯食べてから。食べますね。食べますね。まあその分動いてますから。まあまあそうですね、消費したいカロリーを取らない、消費してるけど、まあね、もう26歳だからね、うん、気をつけないとね。という感じです。はい、甘いものは今から食べられるんですか？甘いコーヒーと、お昼ご飯ですね。まずはお昼ご飯ですね。はい、お昼ご飯、あ、お昼だから浅いとコーヒーにお昼ご飯です。なんか健康的ですね。それでとっとと帰ります。じゃあ今週はこんなところで。はい、申し訳ございませんが、早めの期間になりました。ちょっと週末またトレーニングと練習をしたいと思います。マナさん何するの？こういうとこ他帰って、ゴルフするの？ゴルフしたいってずっと言ってるよ。あとはちょっと体を動かします。でも何やるって言われたら難しいっす。何やんの？今しかできないことやっとかないと。ゴルフ好きなんだ。まあまあ二人して週末はゴルフです。我々はゴルフしかやることがないです。まあ今はね、うん、いいんじゃないですか。まあツアー中なのまた、はい、ではこんなところで今週は、はい、はい、では今週も幸せ。じゃあ、はい、皆さんいい週末を。はい、ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと待っていいですか？それ絶対使わない。もう終わったからやった。